ほんとくせえ。やばいね。何がいいの？何これ、くせえ。すごい、めっちゃでかいじゃん。うん、おい、すげえ、東京駅だ。あっちのあれ、エッフェル塔ぽいね。まさかまさか。これは、あ、日本銀行、帝国ホテル。はい、帝国ホテル。すげー、こんななの。9、だけどこれ何、これすげえよ、これマジで。こうやって見ると、あれちょっと引っかかりました。どこ、横浜？お台場？ニューヨーク？あ、ニューヨークじゃね、ツインタワーあるし、エンパイアステートあるし。はい、チーズ。自由の女神の実物大の足型ですって、どこにあんの？あ、これか。あ、これね、じゃらーん。すごい、この大きいの。絶対変な顔してるじゃん。してないじゃん。全然してない。今回真顔でちゃんと写ってる。本当？なんかもうだって肩すくんでる。笑顔しすぎて。すごーい。見て、超ちっちゃいラクダ。本当だ。これ足でしょ。これなんだろうね。アブシンベル大神殿。これでいいのかな。また変顔してたでしょ。してない。どち焼いたの。すごいね。オランダ。
ンリーの頂上数ゲーの醜いじゃん。たたたたた、台湾。すごい笑いでください。お願いします。あれ、ここ日の通ったって。通ったよ。全然覚えてない。2日目です。あはい。これからサファリパークです。あはい。しかし超曇りっていうか雨。あはい。頑張ってくださいね。あはい。サファリパーク到着。来たね来たね。晴れましたね。はい、やったね。サファリパークやだうわ。さてさて、いよいよ園内に入った場所。わ、すごい。サファリパークは世界各地から約100種戦闘の。うわはい、チーズ。すごい。はい、ここにいるキリンはキリンいないし。キリンじゃねえし、何じゃねえよ。お、よく知ってるね。野生のアミメキリンはアフリカのサハラ砂漠から南側の草原地帯で暮らしているんだ。すげえな。キリンが全速力で走ると。すごいな、ほんと。マジでいるよ。いっぱいいるよ。もう出来あんなの、バーンぶっ飛ばされたらやべえよな。なにあれ。バッファロー的なやつじゃねえのあれ。でっけえ。北アメリカの草原に住んでいる。アメリカ大陸で最も大きな動物なの。かつては北アメリカの草原で大きな動物を出していたんだけど、肉や皮を利用するために人間によって乱獲され、一時は500頭ほどに。超でかいね。サルクマゾーン。平爪なんだよ。どこ行った？ところで、すっげえかわいい。かわいいね。ああ、頑張って掴んでるよ。知っている。爪が指先を固定していてくれるからなの。何この水の飲み方。もし爪がなかったらあ、クマ。指先は普通にいるね、もうね。物を掴めない、うん、指の爪といえばネイルアートしか興味がなかったんですが、大事なんですね、爪って。そうだよ。と猿の爪の違いを知っているかな。え、爪の違いですか。ちょっとわかりづらいかな。実は熊の爪は猫なんかと同じで先が尖っているけど、猿の爪は私たちと同じように平たい。そうなんですか。いやけどやっぱくせえわ。食材。本当なんだ。お爪の。ハリネズミだって。うわ。すごい。本当だ。超かわいい。ラーマ。なんかちょっとおっかねえなこれ。おとなしいって。マジで？雪ひょう。うん。スノーレオパルド。いない。あ、いる。寝ちゃってるね。動いてないや。うん。あ、こいつらなんか起きてるよ。黒ひょう。うわ。すごい。ふーちゃん、ふーちゃん。あ、あ、ここにいた、ここに。
これ野生だったらやべえよな。ここにいても怖いもん。本当にあのプーマのさ、うん、顔だよね、うん、顔っていうかなんつうか。プーマ顔見えてんの？うわ、うわ、出た、ダチョウ出た。おっかない、マジおっかない。超怖い怖いよダチョウ、めっちゃ見てんじゃん。だってバスからも相当なもので、車のドアが簡単に飛んじゃいます。宇宙のあの角、頭の上で大きく曲がっていて、まるで帽子をかぶっているみたいですね。マイさんはうっかりことを言うね。